どうも、お願いします。本日なんですけども、4月の13日か。はい。ナイキエアジョーダン1レトロロー OG シルバーのね、発売があったということで。これがね、3月の23かな？ワールドフライ東京がまあ1周年記念のもう2日前ぐらいに、実はゲリラで先行で販売しておりまして、そのタイミングでは、ブリーフケース付きのね、500個限定かな？500足というよりかは、ブリーフケース自体が500個なんで、それに合わせた限定でね、販売しておりまして、こちら。はい。ってことでございますと。これね、細かくはまあメインでちょっと触れようかなと思うんで、めちゃくちゃざっくりね、それでやっていこうかなと。まあ、とりあえずこんな感じの箱に入っておりまして、ね。で、これを開けます。はい、こちら。はい、これがブリーフケースでございます。はい、ブリーフケースなの。そう、なかなかちょっとね、分厚いブリーフケースでございまして、まあ、中身は本当これだけっていう感じですね。まあ、あとこれに靴も入っておりますけども、これの中にね、シールが貼ってあって、まあ、シリアルナンバーが、分かると。まあ、500分の何みたいな感じで入っております。はい。ということで、ちょっとこちらをね、今回お見せしたいなということでございまして、まあまあな分厚さ。何センチぐらいなんだろう。ちょっと測ってみる。ちょっと測りますと、こっちの面が 24.5 センチぐらい。はい。で、高さが16センチ、16.5 ぐらい。ほんで最後こっちのね、横幅ですよ。これが34センチちょいぐらいですね。はい。まあ、これはね、ブリーフケースっていうことになってるんですけども、まあ、こういうブリーフケース、アタッシュケース、ジュラルミンケースなんかを見ると、海馬瀬とか呼びる人がまあ、多くいるんじゃないのかなと。まあ、あの遊戯王のね、まあ、準主役と言ってもいいキャラクターなんですけども、海馬コーポレーションの業種でね、まあ、社長なんですよ。この方がね、遊戯王でまあ、とんでもない改良のカードをバーンって見せるときに、そのどでかいアタッシュケースをね、見せるっていうワンシーンがあるんですけど、まあ、そのアタッシュケース持ってます。はい。ちょっと比べてみようかなと思いまして、こちら、ババン、でっか。で、発泡スチロール見て、この KC、海馬コーポレーションです。すごくない？海馬コーポレーションって書いてんのよ。はい。で、本体出しますよ。おい！ということでね、はい、こちらなんですけども、これが、まあ、海馬瀬戸のね、アタッシュケースということでございまして、まあ、これがね、いつだったっけな、なんかまあ、受注販売で、予約してたんですよ。で、それを買いました。3万3000円とかあったかな。で、今回このね、ブリーフケース付きのやつが2万9700円とかだったと思うんで、まあまあ値段も近いかなということで、まあ、こっちは靴入ってます。で、こっちに関しては、海馬瀬戸の、使用したカードが全部ウルトラレアで入って、ブルアイズも3体入っているという仕様でございます。そして、もちろんこのね、アタッシュケースとしてもカードが約7000枚収納できるというね、素晴らしい優れものでございまして、ちょっと見ましょうか。まあ、これでね、多いじゃん、かっこいいじゃん、高級感あるじゃん、なんてね、思ってる方も、まあまあいるんではなかろうかと思いますが、こんな感じでございます。まあ、なんかお薬箱みたいなね、救急箱みたいな感じのイメージかな、俺の中では。まあ、この持ちの取っ手の部分が柄が入ってて、っていうところなんですけども、ちょっとやっぱね、海馬コーポレーションの高級感すごいわ。はい。こちら。いやー。まず超重厚感あるし、重たい。これね、殴られたら死ぬんじゃねえかなっていう、意識飛ぶんじゃねえかなぐらいの重さはあります。はい、ここにも、KC、海馬コーポレーション。いいね。重っ。全然重さ違うんだよな。見て、この開け口の感じもね。はい。じゃあ、これは？まあ、なんかやっぱこっちの方が、ちょっとまあ、チャッチさはあるのかな。というよりか、こっちが重厚感ありすぎるのかもしれない。もう一回見る。ほら、この作用、これはすごいわ。さあ、ということで開けてみましょう。さあ、こんな感じのね、アタッシュケースになっておりまして、はい、ブルーアイズが3台ね。え、いいでしょ。こんな感じでしっかりとしたね、入れ物に入っておりまして、で、まあ、こういうのを開けていくと、まあね、このね、アルティメイト会話セット取り扱い説明書ということで、まあ、何が入っているかみたいな、もろもろね、記載があります。で、こういうのを取り外して開けていくと、さあ、これが会話が使用したカード、すべてウルトラレアっていうね。いや、いいんですよ。はい。で、これも、
まあ、仕切りか、はい、これ一応だから、今こうやってバラバラになってますけど、これをうまいことこういうの取り外して全部カードね7000枚収納できる仕切りになるという感じの仕様でございます。まずね、匂いがすごいな、こっちの高級感の。うん、あーいいね、なんか酔いそう。でもいい酔い方っすよ。うん、カードね、はい、まあそんな感じのこのジュラルミンケース、はい、まあアタッシュケースかこっちは。まあどうなんだ、海馬セットって言ったらやっぱアタッシュケース、ジュラルミンケースっていう感じなのかな。ナイキはね、ブリーフケースみたいな言い方するんですけど、まあ、まあそんなのさっき大きい。ちょっと一旦このね、ブルーアイズホワイトドラゴンは一旦関係ないのでしまうとしましょう。はい、で問題はね、ここから、どんぐらい違うのかっていうのをねお見せしたいのということで、重ね合わせたいなと思います。あれこっち開けてるの忘れてた、大事故なのこれ。おお、10万キロあるぞ。ちなみに、はい、開けるとこんな感じになっておりまして、これ靴で、中身はこんな感じ。はい、でこっちはね、なんか悪くないんだけど、これでまあ2万9700円でしょ。で通常版が2万900円だから8800円か、これで8800円かってやっぱ思っちゃうね。うん、で一応ここにシレルが入っておりまして、500分の、まあ、219というふうにシレルナンバーが入っております。はい、だから俺のやつは219番目のやつ、まあ本当シール貼ってあるだけだから、まあこう厳密にこう縫われてるだとかそこまでのクオリティはないんですけど、まあとりあえずこの箱がみんな欲しがってるんじゃなかろうかなと。まあこの靴に関しては、まあ、このケースがあるかないかでかなり変わってくるというか、欲しい度合いというかね、まあ、これ込みだったら貼ってもいいかなって人めちゃくちゃいると思うんですよ。はい、まあ手に入れられたということで、さあ本題いくぜ。全然違うでしょ見てこれ、全然違うくない？どう、これで俺は海馬瀬戸だみたいな、これで街出歩くぞなんて思ってた人見て、全然違うでしょ。これ恥ずかしくて、これで海馬瀬戸って言えなくなるぐらいのレベルの、高級感でかさ、っていう感じですね。うん、結構違うでしょ。ね、分厚さはこんな感じだ。はい。いやー、ということでね、皆さんはどちらが良かったでしょうかということで、紹介したとってどっちも買えないんだけども、どっちも買えないんだけど、まあせっかくね、まあ靴好きそして遊戯王好きのね、このミックス、多分ねこの2つのケース持ってるの俺だけじゃない。だってまずこれが500個でしょ。でまあこっちのね海馬のデッキの方に関しては受注で、まあかなりの数あると思うんですけども、さすがに2つ持ってるやついないんじゃないかな。まあ可能性は俺だけかなと思いますんで、まあちょっとそこ気になる人いるんじゃないのかと、どうしてもそれが気になってねしょうがないという方のために、この動画を撮りました。はい、ということで一切靴見せてませんけど、そんな感じで終わりたいなと思います。いやーいいね、これ持ち歩くってのはちょっとやばいね。これをさ武藤すごろくの前に出してさ、あのもうワイトとかも入ってるクソみたいなカードだらけのカードをこう武藤すごろくの前に出して、ブルーアイズ1枚交換してくれっつってね、でダメじゃんね、そりゃそうだろっていう話なんですけど、ほんでなんだかんだそのカードこうビリビリに破いたりとかしてね、とんでもないやつなんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよ、海馬瀬戸ってのは。海馬瀬戸かな、海馬瀬戸かな、まあちょっとそこはまああれなんですけど、なんかねその、まあ、遊戯王ってかなり昔、俺子供の頃やってたんですけど、瀬戸一鷹っていうね、また別のキャラクターがアイズっていう漫画でいまして、その瀬戸一鷹、あこっちでは名字なのにこっちでは名前なんだな、瀬戸ってそのいろんな使い方があるんだなっていうのを、子供ながらに思った記憶はありますね。みたいな、まあそんなのどうでもいいんですけど、はい、ということで終わります。あ、どうした、しまうのめんどくさいな大事にしまってんだよ俺、なんで出したんだろう俺これ。